橋の活躍シーン、いつ見てもスカッとするわ。三橋の成敗ぶりはそれまでのフラストレーションを一気に払拭してくれるから気持ちいいんだよな。相手に絶対負けない圧倒的な強さが最高なのよね。あとは腕っぷしがいい上に卑怯なところもあって読んでいてスカッとするのよね。三橋が強いゆえんはそのずる賢さにもあると言えるだろうな。物語の中でも様々な悪知恵を働かせて一読した相手でさえもきっちり復讐してくれるぜ。そうそう、完膚なきまでに復讐を遂げるのよね。それじゃ今回は三橋のとっておき復讐劇を一気に振り返ってみようか。いいわね。相手を落とし入れるテクニックなど三橋七変化についても徹底解説していくので、今日俺ファンの人はぜひ最後まで見ていってくれ。それじゃ始めよう。まず最初に紹介するのは紅光の番長今井への復讐劇だ。早速真打ちの登場ね。事の発端は今井のドッキリ計画から始まる。リコにラブレターを渡す様子をわざと三橋に見せた今井。それを見た三橋は今井を懲らしめようとラブレターに書いてある待ち合わせ場所に向かう。待ち合わせ場所のトイレに入るとそこには血だらけの男子生徒が倒れていた。そこにやってきた今井は即座に三橋を犯人扱いする。三橋は追われる身に、三橋は逃げるが行く先々になぜか警察がいる。行き場を失った三橋は廃墟でうずくまっていると死んだはずの男子生徒が火の玉と共に出現。よくもやりやがったなとつぶやく。三橋はホラーが大の苦手なのよね。もう悪いことはしませんと拝む三橋を見たところで今井が種明かしをした。すべては今井たち紅光軍団が仕組んだわな。今井は放心状態になっている三橋と記念写真を撮ると笑いながらその場を後にした。さあ、いよいよ三橋復讐劇の始まりね。完膚なきまでに騙された三橋は翌日はまだ屍のように放心状態だった。しかし自分が負けたのが今井だったということを思い返すと次第に心の底から殺意が芽生えてくる。来るわよ来るわよ。まずは手始めに横断歩道で立っている今井の背中を押して車に引かせようとする。さらに鉢植えを投げつけたり犬の糞に今井の写真を立てたりといたずらを連発。あれ？仕返しにしては少々小ネタすぎないかしら？小ネタを放り込むことで今井の怒りを増幅させるのが三橋の狙いだ。怒り浸透の今井は三橋を追いかけて廃墟ビルへと迷い込む。一部屋ずつ入って三橋を探すが部屋を出るドアノブがないことに気がつく。隠して三橋は今井を密室に閉じ込めることに成功した。すべてはここに閉じ込めるための布石だったのね。しかし同様に三橋も隣の部屋に閉じ込められてしまった。実は今井を閉じ込めるために全ての部屋に中から開けられない細工を施していたのだ。こうして二人は隣り合わせで日々を過ごすことになった。次第に衰弱していく二人。今井は、落ちているブロックを豆腐と勘違いして噛み砕いたり、元は牛だったからと自身の革靴を噛んだりと意識は朦朧とし始めてきた。その時あまりの臭さに意識を失ってしまうのよね。一方三橋は部屋に落ちていたとバナナの皮やわら、卵の殻などを差し出して今井に分け与えた。それにしても三橋も閉じ込められているはずなのに随分と元気ね。実を言うと三橋は閉じ込められていない。今井の同情を誘うために自分も閉じ込められているふりをしているだけなんだ。なんという悪知恵。これこそが三橋の大復讐劇の真実だ。事態はいよいよクライマックスへ。衰弱した様子を見せる三橋は俺のこと忘れるなよと今井に言い残し、鉄骨を使ってビルの下にあるロープを取ろうと試みる。腕力なら俺に任せろと今井が鉄骨を持つ。ついにロープが針にかかりこれでようやく帰れると喜んだ次の瞬間。三橋、やってくれるわね。あまりの驚きに今井はそのまま意識を失った。こんな復讐、心がへし折られるわ。続いて紹介するのは東京からやってきたチーマー白原への復讐劇だ。いたわねこんなやつ。軽井沢で伊藤にやられた東京のチーマー豊は復讐を果たそうと、同じ東京のチーマーである白原たちと共に千葉を訪れる。白原は今野という異名を名乗って悪さをしているのよね。高崎や伊藤の自宅などを襲い付き放題した後東京へ逃げ帰った白原だったが、三橋たちはこれを許さなかった。でも東京に逃げられると見つけ出すのも大変そうよね。そこで三橋と伊藤は綿密な計画を立てるんだな。数日後、白原は何事もなく日常生活を送っていた。実は白原は私生活では優等生を装っており、親や学校の同級生たちにはいい人で通っていた。ある日いつも通り登校すると、突然同級生からお前って本当はいいやつだったんだなと話しかけられる。一体どういうこと？聞くと、雑誌の読者投稿で白原のことを指す内容の記事があったという。飼い犬が車にはねられた少年のもとに17、18歳ほどの青年がやってきて、犬を抱きかかえて助けてくれたというエピソードだった。その青年の特徴は左の鼻に銀のピアス、両耳に青のピアス、茶色の髪の毛眉がなく身長180センチ、垂れ目で下まつげがある。白原じゃん、
少年はその青年にお礼がしたいので探してほしいという内容の記事だった。全く心当たりのない白原だったが、周りの人たちが持ち上げてくれるのですっかりその気になってしまった。すぐさま学校中の人気者となった白原。すると白原の居場所を把握した少年のお兄さんがお礼をしたいので学校まで来ているぞと先生から聞く。まさか、まさか、そう、やってきたのは三橋だった。すべては三橋と伊藤の考えたトラップだった。東京に行って白原を見つけ出すのは困難だと考えた三橋と伊藤は、あらゆる雑誌の人探し投稿に応募、白原の特徴を記して回答が来るのを待っていたのだ。三橋と伊藤、頭良すぎるわね。ついに白原の居場所を突き止めた三橋と伊藤。恐れた白原は学校を飛び出すが後を追いかけられて KO される。さらに今度は友人のふりをして自宅にまで訪れる。ずうずうしくも一泊させてもらい、寝込みを襲われそうになった時は顔に血のりをつけて叫び助けを求めた。一体二人は何人分の役をやってのけるのよ。復讐はこれだけではない。白原が再び投稿した際三橋が少年の兄に扮して再び登場。三橋は白原の同級生たちと仲良く談笑している。そこへ顔に怪我を負って髪を下ろした伊藤が返せよ畜生と言って登場する。今度は何？白原にカツアゲをされて財布を取られたという設定で登場するぞ。盗まれた財布を持っているはずだというので三橋が身体検査をしようとすると、寝ている間に服に財布を仕込まれたのだと理解した白原はこれを拒否。同級生たちが制服を見せろと詰め寄るが白原は近くにあった瓶を叩き割って応戦。ついにその正体を表した。真実の白原を見てみんなドン引きしちゃってるわね。三橋たちは人殺しだと叫んでその場を走り去っていった。隠して白原の正体は学校や近所の人たちに露呈した。これこそが三橋による究極の復讐劇だ。三橋、敵にしたら最悪だわ。最後に紹介するのはサトシが営むたこ焼き屋での一件だ。明久高校の番長、サトシの登場ね。この時はすでに明久を卒業してプータローをしていたな。サトシは三橋たちより一つ年上なんだぜ。いつものように就職先を探しに街をプラついていたサトシ。不意に訪れた公園で一服をしていると運命的な出会いを果たす。たこ焼き屋さんね。ああ、店主の生き生きと働く様子を見て心惹かれる様子だった。ポイ捨てした吸い殻を拾ってその場を去ろうとするが、突然ヤクザが訪れてここで店を続けたければ見かじめ料を払えと店主に要求する。まるで新喜劇の世界ね。権力に決して屈しない店主はヤクザにボコボコにされる。後日はさらに殴られて全治4ヶ月の大怪我を負う。その間お店を任されたのがサトシだった。頭に鉢巻きをして屋台でたこ焼きを焼き始めた。ちょっと似合いすぎじゃないかしら。フォルムは完璧だよな。ヤクザの執拗な取り立てが続くが暴力を使わないと誓っているサトシは決して手を出さなかった。最後まで手を出さずノックアウトするサトシ。それを見ていた三橋は、あいつを殴るために俺がどれだけ苦労したと思っているんだと怒り心頭。サトシの志を尊重し、ここは暴力を使わずにヤクザへ復讐しようと作戦を練った。一体どうやるの？まず三橋は途上で占い師に扮する。今度は占い師かい。路上で店を構えていると、予想通りどこで商売しているんだとヤクザたちは突っかかってくる。お詫びにタダで占うぞという三橋扮する占い師。世界の王たる者に逆らっているのですぐに引き返せと警告した。まずはヤクザに恐怖を植え付けたのね。恐れながらもそのまま進んでいくヤクザだったが次は顔面に野球のボールが直撃。たたりよ。これは小学生に扮した伊藤と陽がわざと顔面に投げたようだ。何気に陽まで参加してくれたのね。続いて柿が後頭部へ、サボテンが背中へ直撃。次々に起こる怪奇現象だったが、これは風邪だと自分たちに言い聞かせるヤクザたち。路上で黒猫が飛んできた後、最後は公園にてスズメバチの巣が突然落下。追いかけ回された。三橋たちの作戦が全てうまくいったのね。しかし最後、逃げてきたヤクザと鉢合わせた三橋たちは自分たちが仕組んだ罠だったと見破られる。手を出さないことを誓っている伊藤はただ一方的に殴られるばかりだったが、その様子を見たサトシはヤクザたちをノックアウト。あれ？手を出さないはずじゃ、知っている奴がやられるとカッとくるもんだと言っていたぜ。くしくも三橋と同じ思想を持っていたんだな。三橋たちの会話を聞いていたヤクザたちは相手が三橋やサトシたちだったことを理解すると、恐れをなしてその場を逃げ出していった。ヤクザさえ恐れる存在になっていたのね。3年生のこの頃の三橋たちはもはや無双状態だったからな。チンピラごときでは相手にならないんだろう。以上が三橋の大復讐トップ3だぜ。どれもただ暴力で復讐をするのではなく知恵を使って相手を陥れるあたり、強い上にこんなことされたんじゃ誰も太刀打ちできないわね。特に三橋の変装ぶりは目を見張るものがあるな。さらに釣り針などの小道具も忍ばせているので相手も何をされるかわからないから恐ろしいだろうな。確かに三橋っていろんなものを懐に忍ばせているものね。機会があれば次は三橋の隠された7つ道具についても紹介してみようと思うぜ。
その他主要人物の徹底解説動画や強さランキング動画なども用意してあるから、よかったらそちらもチェックしてみてくれ。チャンネル登録も忘れずにな。それじゃ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。